こんにちは。今回は澄み渡る晴天の日、津軽を象徴する山、岩木山のふもとにある町、青森県弘前市へ来ました。菊爺は弘前市内弘前公園で開催されている弘前城菊ともみじ祭りと、黒石市中野もみじ山の紅葉を2泊3日で楽しむようなので、その様子を3回に分けてご覧いただきます。1回目は日中の弘前公園、紅葉などをご覧いただきます。それでは早速弘前公園へ行きましょう。弘前公園の南側、大手門口に来ました。ここのお堀はよく春の弘前公園を紹介する際に使用されているので、ご存知の方も多いと思います。ご覧いただいている門が弘前城三の丸大手門です。現在菊ともみじ祭りが開催されているので、子どもたちの作品が飾られているようですね。この作品は弘前市立津軽中学校の生徒さんが作った津軽んるん動物園という作品のようです。それでは大手門から三の丸へ入ってみましょう。この弘前城には今通っている大手門のほか、北門、南内門、東内門、東門と5つの門があり、いずれも重要文化財に指定されていました。振り返ってみるとこんな感じで、構造は脇戸付き櫓門で、屋根は唐瓦葺きでした。それでは先へ進みましょう。このチャンネルは菊爺の旅日記で、菊爺はカメラマン、私はナレーションを担当するずんだもんです。この動画をご覧いただき、気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。さて、祭り期間中ということもあり、通りにはご覧のような花が飾られていますね。花を横目に見ながら進んでいきます。中堀まで来ました。中堀もみじ観光船ですね。お堀から眺める紅葉も綺麗でしょうね。そしてここから見えるのが二の丸辰巳櫓です。この櫓は4間四方の面積で3層構造になっていました。さて左手に進んできました。今見えている赤い橋は二の丸へつながる杉の大橋です。この橋は二の丸と三の丸を隔てる中堀に架かる橋で、築城当時杉材で作られていたことから杉の大橋と名付けられたようです。そしてこの橋から見える中堀の景色はとても綺麗なので、撮影スポットになっているようでした。橋を渡ると二の丸南内門です。ここは綺麗に色づいていますね。こちらの門の構造は先ほどと同じ脇戸付き櫓門で、屋根は唐瓦葺きでした。それでは二の丸へ入ってみます。こちらは先ほどの南内門からまっすぐ進んだところにある二の丸羊猿櫓です。櫓の名前は方位を十二支で示したもので、羊猿櫓は南西方向を守る櫓ということです。さて先ほどの南内門に戻ってきました。ここから左手に進み本丸を目指します。途中にあるこちらの桜は二の丸大しだれ桜です。平成23年12月の大雪で根元から倒れましたが、幹を3分の1ほど切除して再生されたようです。少し進んだところにあったのが弘前城情報館です。こちらの施設では津軽藩や弘前城築城の歴史、現在行われている石垣修理工事の内容などの情報を見ることができるようでした。そして
休憩所としても利用できるようです。またこちらの施設の裏手には発掘調査の結果をもとにした長さ160メートルの二の丸馬場が再現されていました。さて手錠橋に来ました。この橋は本丸と二の丸を隔てる内堀に架かる橋です。本来ここからはご覧のような天守が見えていたのですが、現在は石垣工事のため少し奥に移動されています。それでは本丸へ入りましょう。ここからは有料なので料金を支払い先へ進みます。弘前城の天守が見えてきました。この天守は本来右手に見えるはずですが、先ほど説明した通り石垣工事のため正面に移設されています。こちらが弘前城の天守になります。築城当時の天守は落雷で焼失したということで、現在の天守は1810年第9代藩主津軽安親公が矢倉造営という名目で建てたようです。今ご覧いただいている面は内堀に面する東と南側で破風や下魚が取り付けられています。逆に反対側は飾りのない質素な構造でした。こちらは本丸から見える景色です。手前の池は蓮池で、奥に見えているお山は岩木山です。この日は天気が良くて最高の景色ですね。園内の木々たちも色づいて綺麗でした。この後天守の中に入れるようなので中を見学してみましょう。こちらは天守の西面になります。ご覧の通り飾りのない質素な作りになっています。1階は石垣工事の説明パネルと売店ですね。2階へ行くためにはこちらの狭くて恐ろしく急な階段を上ります。より狭くなりましたね。2階にはフォトスポットとポスターが飾られていました。3階最上階です。さっきよりさらに狭くなりました。こちらには弘前城の模型が飾られていました。格子状の窓から外を見てみます。綺麗な景色が見えますね。お殿様もこの景色を楽しんだのでしょうか。こちらは南を見ています。破風越しの景色も良いですね。さて天守を降りてきましたが、本丸にはご覧の御神木がありました。こちらは裏白もみで推定樹齢220年以上という古木で、弘前城内の御神木とされているようでした。それではこの後高岡橋を通って北の郭へ向かいます。そこで休憩ができるようなので菊爺は一休みするようです。正面に見えている赤い橋が高岡橋です。弘前城は1628年に改称される前は高岡城と呼ばれていたようです。今向かっている高岡橋は四代藩主津軽の武政が母の屋敷がある北の郭を行き来するために架けたとされています。こちらが高岡橋です。ここを渡ると北の郭になります。この
高岡橋からの眺めも綺麗ですね。水面が鏡のように紅葉した木々を映し出しています。この北の郭ですが、かつては櫓やもみ蔵跡、太閤秀吉の木造を御神体として安置した立神跡、そして武具の保管庫としていた根の櫓などがあったということで、本丸に次ぐ重要な郭だったようです。こちらは北の郭にある武徳殿休憩所です。もともとは演舞場として建てられたもので、現在は喫茶、物販などに利用されていました。それでは中に入って休憩しましょう。メニューはご覧の通り、ドリンク類やお食事、甘いものなどもあるようです。菊爺は豆腐アイスを購入したようでした。さて先へ進みましょう。有料区域を出て二の丸牛虎櫓が見える場所に来ました。この櫓は牛虎なので、北東を守る櫓になります。特徴としては軒下や手格子の木の部分が白木のままになっているようですが、独特な美しさがありますね。そしてこの櫓周辺のお堀は眺めがとても綺麗なので、フォトスポットになっていましたよ。それでは四の丸の奥にある北門へ向かいましょう。今通っている場所は吉田御門跡になります。三の丸の北門として建てられたようで、ご覧の通り通路は直進できないようにマス型になっていました。北門に到着しました。この北門は別名亀の小門と呼ばれ、北の守護神に天武という亀がいたという中国の伝統に由来しているようです。それでは門の外も見てみましょう。こちらは外堀にかけられている亀の小橋から外堀の景色を見ています。水面に木々が映って綺麗ですね。さてこの北門の近くに国指定重要文化財に指定されている建物がありましたので、一軒だけ紹介します。こちらは石化けの住宅で、江戸時代中期頃に建てられたと推定されています。津軽地方の数少ない商家の遺構として貴重な建物のようでした。それではもう一度公園内に戻って、今度は東門へ向かいましょう。途中を省略して二の丸東内門まで戻ってきました。今内側から眺めていますが、外側から見るとご覧の通りです。構造は他の門と同じで、脇戸付き櫓門で、屋根は東瓦吹きでした。ここは東内門の近くにある中堀です。紅葉の撮影スポットですが、伝統的な組ねくたの技法を用いた大きなリンゴも飾られていました。さて中堀からさらに進んでいきます。この辺りは木々が色づいて綺麗ですね。三の丸東門に来ました。これで全ての門を見たことになります。今内側から眺めていますが、外側から見るとご覧の通りです。構造は他の門と同じでした。こちらにも弘前市立津軽中学校の生徒さんが作った津軽んるん動物園という作品が飾られていました。さて最後に弘前公園内のもう一つの有料エリア、菊ともみじ祭り会場となっている弘前城植物園に入っていきましょう。この植物園は23のエリアに区分されており、1500種12万4000本の樹木総本が植えられ、四季を通じて楽
しめるようです。綺麗な芝生に色とりどりの木々が植えられていますね。この綿みたいなものがついた木は漆属に近い植物でスモークツリーというようですね。初めて見ましたが、なんか不思議な木ですね。こちらは祭り期間中の飾りで、津軽花鳥水というようです。弘前すみれ保育園ゆり組の皆さんが作ったようです。瓶元花が綺麗ですね。そして菊祭りということで、色とりどりの綺麗な菊も展示されていました。そしてメイン会場となるステージイベントも開催されていました。さて、これで昼の観光は終わりにして、菊爺は一旦荷物を置きにホテルへ行くようです。その後、弘前公園夜のもみじライトアップを見るようですが、それは次回の動画でご覧いただきます。ということで、今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いできるのを楽しみにしています。